はじめまして、新田です。ユニコーンオーバーロードプレイしていきます。あなたは敵？え？なんでしょ？どうしたんだ？なんだい、あんたらバストリアスのものじゃないね。やさまの匂いはないよ、うるせえな。あ、なんだと？終わりですか？いざとなればこのまま一人で。まだいたのかい？よそ者に用はないって言ったろ。もう一回。あー、ダメですね。この子は更新されました？てかこれメインだったんか。はぁ、はい、カンナデオトリデ。貴様らよくも私の前に現れたものだな。どういうことですか？待ってくれ、突然何の話だ。本当にとぼけるつもりか、しらじらしい。ならもう一度聞いてやる。はい。私の部下をどこへ連れて行った？知らない。答えろ。さもなくは。だから一体何の話だ。知らないんですよ。待って、ダイナ。あ、ダイナさん。ユニフィーじゃないか。なぜゼノイラ軍と一緒にいる？ゼノイラ軍じゃないんです、ごめんなさい。ゼノイラ軍じゃなくてこの人たちは解放軍だよ。あ、勘違いしてただけですね。何？はい、すいません、ごめんなさい。くそ、紛らわしい。ダイナさんかっこいい。あいつらの仲間じゃなかったのか。違います。さっき部下の居場所を聞いていたが、ゼノイラ軍に捕まっているのか。うん、ぽいですね。ああ、どういうわけか、あいつら獣人を狙って連れ去っているんだ。大変です、隊長。え、どうしたんです？ゼノイラ軍がバストクゴラの町に。バストクゴラの町に。はい。なんだと、町にいた仲間は。いや、ワウルフって、あ、狂気に陥ってなくても常に舌ベローン出てるんですか。ちょっとやだな。チリチリです、逃げ遅れたもの。やだ。くそ。そう、あんたたちに構っている時間はないようだ。いや、助けますよ、一緒に戦いますよ。その構うとかじゃなくてね。普通の狼もあんな舌ベローン出てないでしょ。奴らと関係ないならこの場から去れ。いや、協力しますって。そうですね、ダイナさんの仲間、これは助けましょう。この人はジャコブ。こいつらを本国へ連れて行けばきっといい値がつく。他の奴らもしばらくは追ってこないだろう。何の話？さっさと縛って南に向かうか。何の話でしょう。獣の行く道です。はい、拠点周りの敵は今ので最後だね。あー、 OK です。まずはまあこれが第一でしょう。早くダイナの仲間を助けに行かなきゃ。はい、拠点守りお願いします。さあ、これで向かっていって、はい、すぐ助けてやるから。ごめんなさい、ダイナさん、なくしてしまって。はい、こいつは渡さないぞ。大事な商品を取られてたまるか。いや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 、そんなことも言ってられないっすよ。出番ね。はい、倒すんで。よし、歩くんだよ。そんなことさせますかって感じですよ。畜生、もう来やがった。当たり前です、もうすぐ行きます。やったー、やったー。ダイナさん、ごめんなさい。逃げたか。逃がしましたね、悔しい。こわもてのくせに間抜けな姿だね、ルイ。あ、ルイさん。ダイナさん、来てくれると思ってたぜ。信頼されてるんですね。捕まったのはあんただけかい。他の仲間はどうしたんだ。確かに、あ、仲間って言ってました。わからねえ。だがゼノイラの奴ら獣人狩りをやってんだ。なんで獣人狩り、一体何が目的なんだ。ねえ、なんか凶暴化させたりとか何してるんでしょう。私らを集めて見せ物にでもする気か。いや、なんかゼノイラ軍がやりそうなことと言ったら、なんかやっぱ戦力じゃないですか。ところでダイナさん、そいつは誰だ。やばい、食べられる、教えてください。ああ、え、南方から来たやつだが、ゼノイラと戦ってんだってよ。はい、戦ってます。え、ダイナさんがよそ者を信頼するとはね。まあんま信頼はされてないです。ユニフィーさんがいるからっていう感じでしたね。そんなんじゃねえ、はい、役に立つから手伝わせただけだ。あ、可愛いっすね、ダイナさん、うん、そんなことより他のやつらはまだ町にいるんだな。おっと、これ他の町を生きていりゃ多分な。行きそうですね。はい、あれ、このまま進行します。もしかして他の仲間はまだ町に残っ捕まってるはずだ。無理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 だって。勝利条件変更されました。はーい、
スキッツルイさんが入ったところで町で仲間が捕まってるはずだ。助けに行こう。いやーなんとかなりました。無理やり合流しましたけどね。うん、頑張りました。てか敵部隊もしかして5人いました？それ勝てないって。なんとか町は取り戻せたが、はい、仲間が半数も連れ去られちまう。半数も、うわ、ゼノイラメ、何が獣人狩りだ。いや本当に。バイノさん、これからどうするんだ？どうします？そんなの決まってる。あいつらを助けるんだ。はい、頑張りましょう。だがよ、無茶だぜ。追うにしてもこの戦力じゃ。まあ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 、手伝いますよ解放軍。それにここだって守らねえ。いやもう本当に大変ですね。わかってる。だから頼りたくはないですけど、頼ってください。ルイ、この町はあんたに任せる。ああ、ルイさんを残すんですね。俺に。しかしよ。いやいやいや、丸井さん頑張ってください。はい。ライナ、どうだった？ああ、つらい。ユニフィーか、ちょうどいい。はい、私もあんたらに同行させてくれ。まあそうなりますよね。そりゃそうですよね。え、いいの？あ、ルイさんがしかしって言ったのはダイナさん一人じゃどうしようもねえだろうみたいな意味のしかしですかね、うん、悔しいが私だけじゃ奴らにはかなわない。いや結構な戦力です、ダイナさんは。人間のいざこざなんぞ興味はないでしょうね。部下を救うためだ。死の子の言ってられないよ。はい、ありがとうございます。それで俺たちを利用したいわけか。言い方言い方、いやまあその通りですけど、協力とかにしません？利用は言い方悪い。そうだ。受け入れるかい。正直だな。ならば共に戦おう。そうですね、共に戦うっていう言い方してください。アレイ、はい。仲間を助けてくれて感謝するよ。この借りは必ず返す。ありがとうございます、ダイナスさん。ルイさんですかこれ？よう、アレインさんか。さっきありがとうな。ダイナさんもあんたに会ってつきものが取れたみたいだ。何から何まで本当助かったよ。ああ、そんなに感謝してくれるんですね。あんたらも道中気をつけてな。気をつけます。お、A になりました。これで舞台が5人でいける。なんだてめえら、ゼノイラの連中じゃなさそうだな。そうですね、ゴービルさんだそうです。未来科がうろちょろしてると間違って襲われても文句言えねえぞ。ちょっと極端すぎですよ。いや本当に。俺たちは解放軍だ、ゼノイラ軍じゃない。そうですね、解放軍だと。そういうことは早く言え。俺はグービル、ついてきてくれ、頼みがあんだ。え、あ、なんか全然普通に頼まれ事だった。めっちゃ荒くれ者だと思ったんですけど。これって何でしょう、こう、幽空遺跡。勘違いすんなよ、まだ生きてる。全然そんなにダメ声じゃなかったです。先の戦いで動けなくなった仲間さ、ボロボロですね。回復しましょう。全部ゼノイラにやられた。ゼノイラ、俺たちはこいつらを解放しながらゼノイラと戦う仲間を集めてるんだ。はい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 。だがベルトランってやつは今のままが平穏だと抜かしやがる。ベルトラン、ほう、あの戦いから何年経った？あれから何が変わった？うわぁ、で、どの戦い？何も変わっちゃいね。そうっすね。俺たち獣人はゼノイラに虐げられ、挙句には奴らの道具にされてる。うん、そうですね。だってなんか凶暴化させられてますもんね。この状況を放っておこうってのが、ベルトランの野郎の考えだ。いやぁ、そりゃ従えないっすね。そこで頼みがある。はい。北の砦のベルトランを一緒に倒してくれ。もちろんいいですけど、ちょっとあの距離短いところじゃないとちょっと戦えないですよ。あいつが睨みを聞かせてる限り俺たちは身動きが取れねえんだ。へえ。言い分は分かった、少し時間をくれ。え、仲間とも相談したい。いや問答無用でイエスでしょう。そうか、分かった。おい、終わったらまた声をかけてくれ。ゴービルさん、めちゃめちゃ話分かる人。いい人だった。話し合いします。我々が言うのもなんだが、戦いだけで全て解決するとは思え、まあそうですね、弱き者を守るためベルトランはあえて抑圧していると思うのだが。はあ、
でもやっぱり今のままでいいってことはないと思う。まあそうですね。その点ちゃんと向き合おうとしてるゴビルに私は賛成かな。なるほど。ただ戦うだけじゃないんですね。確か北端の砦にいるって言ってたよね。いずれにせよもしゴービルに手を貸すならもう一度声をかけよう。はあ、なるほど。うわ、どっちに声をかけるかでどっちに手を貸すかが変わるってことですか。うわ、むずー。いや、北端本当にど北端ここですか。やば。どうするベルトラン、このままだと今度こそ俺たち全員がやられるぞ。さっきの戦いと同じじゃ抗う者は皆殺される。いや、かっこよベルトランさん。やはり奴を止めるしかないのか。あなたがベルトランか。子族。まさか生き残りがいたとは。ちょうどいい、話を聞いてほしい。そうですよね。ゼノイラ軍の侵攻に抵抗し生き残った同士であったか。そうですね。獅子よ、我らもお主たちと同じだ。この地を守るため必死に抗った。しかし無駄だった。町は破壊され、多くの者が死に、希望はついえた。まあ、どっちかというとこっちの方が長老で、あのゴービルさんが若者っていう感じですかね。クマの描写かわいいな。だが幸いにも命をつないだ者たちがいる。わずかながらの平穏がここにはある。生きているっていうことはまあ大切ですからね。故に現状でいいと思っとるのじゃ。無益に争い、血が流れるよりもな。まあ言いたいことはわかります。ところがゴービルという若造が仲間を戦いに先導しようとして。はいはい、会ってきました、ゴービルさんに。あろうことかゼノイラ軍との戦いにな。ことを構えれば生き残った仲間が再び危険にさらされることになると。そうですね。そうだ、奴を止める以外に平穏を守る術はない。たとえ力ずくでも。だから頼む、我々に協力してくれ。南に陣取るゴービルを止めたいのだ。なるほど、申し出は理解した。少し時間が欲しい。仲間と相談してまあまあまあ、そうですね。ああ問題ない、話がついたら声をかけてくれ。はい。今は平穏かもしれないけど、いつまでも続くのかな。それを何とかしようっていうゴービルは正しいと思うけど。だが正直俺はベルトランの考えに道理があると感じた。戦わずに済むならその方がいい。民を巻き込むのならなおのことだ。難しいな、うまく間を取り持ちたいところだが。何か考えがあるの？ああ、だがきっと簡単な道ではない。え？もしこの方法を取るなら双方の間に陣を構えたいが。え？どちらか一方に手を貸すのであれば、その者に声をかけるかだな。どうするか任せるよ、アレイン。いや、真ん中に陣取りますよ、じゃあ。どういうこと？でもその方法まるで思いついてないですけどね。どうするんでしょう、アレインさんは。うわ、ちょっと王の素質あるかもしれない。さすが新たな道を切り開くアレインさん、かっこいいですね。ああ、ここですね。ベルトランとゴービル双方の間を取り持つならこの辺りか。きっと厳しい道になる。準備を整えてから進もう。まあ、やるならこれでしょう。とりあえず行ってみますか。ワビアとワーウルフが出ます。はい。どうやって行くんですかね。抗う者、抗わざる者。それでアレイン、はい、間を取り持つ方法って。そう、それが聞きたかったんです。両陣営と戦う。はい。いや、どういうことですか。え、どういうことですか。正気か、アレイン。いや、まあ本当に正気かって感じです。どちらも己の信じる正義に従って行動している。そうですね。それを生半可な説得で解き伏せるのは難しいと思う。はい。ならば双方に力を示して話の場につかせるしかない。ああ、自分たちがどちらかに味方するのではなく、双方で話し合って考えろって言わせるってことですね。どうやって。まず使いを出すんだ。うん。
ゴービルとベルトラン両方に。はい。伝える内容は、はい、教えてくださいよ。なんだと、解放軍がベルトランに着いたら違う。あ、なるほど、それぞれに着いたっていう使いを出したんですね。あの野郎ども裏切ったのか、舐めやがって。上等だ、ベルトランともども八つ咲きにしてやる。いや、出しすぎ出しすぎ、めちゃめちゃ戦力ある。こっちもそうですね、うん、そうか、やはり解放軍はゴービル側に着いたか。ゼノイラと戦う姿に敬意は示すが、表すが、それに巻き込まれるのは許しがたい。さあ皆の者、立ち上がれ、無謀なコアッパどもを叩きのめせ。怖すぎ。いや、きつ。大丈夫、両軍とも本気で。本当にな、あ、これは大変だな。人ごと。なんでちょっと人ごとなんだよ。さすがに両軍相手となると数が多い、全て倒そうと思うことだ。そうですね、そうだな、なるべく最小限の戦闘を心がけよう。それがいいです。そうしましょう。こことここ。きつ、マジで言ってます。舐められたもんだぜ。真正面から挑んでくるとはよ。いや、頑張りますからね。エグゾーマルだ、戦い返すんじゃねえぞ。まあ頑張りましょう。もはや戦いは避けられんか、致し方ない、やめこみにせねてはならんぞ。森へ隠れ、好機を伺うのだ。まずい、森へ隠れられた。出るのでしょうか。はい、まあそれいけるわけないので。いや、アシスト魔法がきつすぎる。ああ、それでどうにかなる。ああ、はいはい、これマジギリギリまで詰められますもんね。いったいったいった、いけました。ふぅ、なんとか勝ち切りました。きつかった。くそ。いや、マジで大変でしたよ。一体何のつもりだ、嘘までついて両軍と戦うなどと。話し合っていいところ決めましょうって。ベルトラン、聞いてくれ。はい。守るために戦う、戦わずして守る、共に正しいと思う。まあでも、どちらかしか取れないですからね。だが、それで仲間同士争っていてはどちらも成し遂げることはできない。まあまあ確かに、どっちも守りきれてないので。ゼノイラという強大な敵を前に、今は支え合うことこそ重要だ。そうですね、確かに。嫌だと簡単に折れちゃうけど、束になれば折れないってやつだね。あ、ユニフェさん、いいこと言いますね。それをわざわざ教えるために俺たちと戦ったのかよ。いや、マジで力技。情けない、そんな当然のことすら忘れていたとは。仕方ないですよ。まあまあまあ、なかなかにギリギリの状態だったんでね。なら俺たちも連れて行ってくれ。戦いを終わらすため力になりたい。え、本当ですか、ありがたい。私も同じ思いだ。力なき者たちを守るためにも。結局やることとしては、ゴービルさんの案に乗るってことでいいですか。戦って守るで。そして次こそゼノイラ打倒の悲願を成し遂げる。まあ成し遂げましょう。せっかく力を合わせようってんだ、一緒にやってやろうぜ。うー、いいですね。二人の参戦はとても心強い。いや、とても心強いです。ゼノイラを倒すため力を合わせよう。はい、お願いします。まったく、攻撃される一日を指揮、挙句に撃破するとは無茶しやがるぜ。いや、本当に本当にとんでもなく大変でしたよ。それほど肝が据わっているということだ、アレイン殿、今後もよろしく頼むぞ。はい、ベルトランさんが加わりました。ゴービルさんも加わりました。ゴービルも不憫なやつだよ。孤児で昔から身寄りがなくてな。あー、そうなんですね。あれ、老夫婦に拾われたが、それも、うわ、ゼノイラの信仰で死んじまったらしい。それであんな強硬派になっちまったが、でも根はいいやつ。いや、めっちゃ辛い。あんたたちは知らないと思うが、ベルトランには一人息子がいたんだ。あ、結婚なさってるんですね。数年前のゼノイラ侵攻で一緒に戦っていたが、最中、ああ、それでこれ以上犠牲を生まないため、あ、まあそれぞれにそういう意思があるんですね。まあ、あ、なるほど、失った悲しみをもう味わいたくないと思うか、怒りで反抗するかみたいなところだったんですね。ここなんかありそうですね。びっくりマーク出てた。ゼノイラ兵。ああ、先に進んでいきます。追いましょう。ああ、追いましょう。え、追うんですか。
待って、これメインな気がする。あー、しくった。やってしまいました。ダメだ、見失った、うん、少し前すらまともに見えない。やばすぎ。この辺りは万年吹雪で獣人ですらなかなか近寄りません。あー、だから吹雪の里。でもそこにゼノイラ兵いましたよ。なのにゼノイラ兵がいたということ。まずいですね。バストリアスブルーのアリカを探ってるのかもしれないな。そうですね。でも石の場所はラモーナ様だけが知ってるんだよね。でも吹雪の里っていうことはまあまあ、こんな吹雪の中を手がかりもないのに探すかな。ってことは手がかりがあるってことですか。いずれにしてもゼノイラ兵がここにいては問題だ。いや、大問題ですね。急いで出撃しよう。はい、しましょう。いや、イサンで言いましたけど、行けます。いくつですかそれ。あ、28か。じゃあ可能性ありますね。あ、ここもしかして吹雪。あー、いや、吹雪の里へ向かおう。そうですね。獅子王の遺産です。お、お、デボラさん。え、かわいい、かわいい。なんだってこんな偏僻な場所に駐屯しないといけないの。あ、なんか声もすごくイメージが合っててすごくいいキャラですね。上の考えることは理解不能だわ。うんうん。ご報告です。反乱軍と見られる集団がこちらに向かっております。敵か、ゼノイラ兵か。仕方ないですね。これは鬱憤晴らしに持ってこいね。あ、ちょっとなんかキャラ違ったかもしれない。てか寒いな、それ寒いでしょ。よく考えたらもう肩丸出しで。いいわ。いや、それ寒い。全軍に伝達なさい。全ての駐屯地を限界態勢に移行。あ、限界態勢にされてしまった。この吹雪に乗じて敵を迎え撃つのよ。いや、吹雪に乗じて攻め込んできますから。すげー吹雪、まるで見えない。はい、あー、なるほど。この吹雪の中、敵の拠点がいくつあるかわかりません。はい、わかんないんですね。まずは北部にある港町を目指し、その道中で周囲を探るのがいいかと。はい、わー、これは大変ですね。一つ目の駐屯地制圧できました。しかし顧問の移動、見通しが悪いと進みにくくて仕方ないですね。全員お持ちかもしれませんが、こちらもお渡し。あー、遠見の水晶。はい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 、なるほど。あ、セルビーさん、本当ですか、素晴らしい。こちらは制圧しました。あざす。ここで2つの駐屯地だね。他にもまだあるのかな。ですから気配からするとあと1箇所。はい、どうでしょう。あ、OK です。ステージクリアになりました。一通り片付いたわね。バストリアスブルーは無事か。ああ、どうでしょう。あちらの洞窟を抜けた先にあります。急ぎましょう、急ぎましょう。なんかゼノイラ軍出てきそう。ああ、よかったです、無事。こちらがバストリアスブルーです。でっかペンダントとか思ってごめんなさい。これからどうするんだ。はい、周囲にゼノイラ兵がいた以上、ここも安全ではありません。そうですね。より目のつきにくい場所に移管するほか。はい、いや、ここあ、そうですよね。バストリアスブルー狙われてた。かかか、これほど簡単にことが運ぶとはな。そうですよね。どういうことだ、何者だお前は。ずっとつけてたんですか。青い石が狙われていると知れば所在を確認せずにはいられない。すべてこのエルゴール様の手のひらの上だったということだ。いやいや、めっちゃまんまとって感じですね。首都でコンラッドのやつが口を割ったのも計画のうちだったのか。いや、なんかそれはただコンラッドさんが口割った気がしますけど。さあ、ライマン様、こちらへ。バストリアスブルーでございます。ライマン様もここに来てるんですか。わあ、魔導士。ご苦労だ。貴様が総司令の。はあ、ライマンだ。薄汚い獣よ。薄汚いとか言ってますね。もうお前たちに用はない。うん、我が術に飲まれるがいい。ああ、なんかこれでも支配されてる人の感じのなんか無の感じがありますね。おお、あ、モラードさん。モラード、もしや獣人の凶暴化は術で。うわ、とんでもな。行くぞエルゴール。モラードさん治らないですか。
え、パーティーに入ってるんですけど、モラードさん。シスともあろうやつが邪魔はない。とんでもない。せいぜい同士打ちで朽ち果てるんだな。いやー、それはきつい。おお、いや、そんな小さい盾でよく守ってますね。お願いしっかりして。いや、本当にお願い。あ、やっぱりそのペンダントバサリアルスブルーですか。大丈夫ですか。いけたかな。そういえばデボラさんどっかにいたんですかね。ああ、流れで倒してたかもしれないっす。何の記憶。夢か。過去の記憶。部屋違う。ああ、そうですね、思い出したぞ。ユニフィートの記憶ですかね。そうか、この戦いで俺は。え、俺は過去の話ですよね、多分。俺は獅子などではなく、はい、本当は。え、獅子などではなく、それは心情的なものですか、それとも本当に実は獅子族じゃないってことですか。え、どっち。モラード、大丈夫かな。大丈夫ですかね。ねえ、大丈夫さ、ラモーナが手当てしてくれているから。いや、ラモーナさんとの関係性そんな深くないでしょう。あー、来ました。彼の容態は落ち着きました。あ、よかった。時期に目覚めるでしょう。あー、だからやっぱユニフィーさんのおかげでいけそうですね。これから凶暴化した人に会ったら、アレイン様にも彼について話した方が良いかもしれませんね。あ、え、ユニフィーさんじゃなくて彼についてですか。はあ、なるほど。モラードには過去の記憶がないのか。過去の記憶なかったんですね。で、今思い出したと、はい、なので彼の素性については実はほとんど分かっていません。だって王族でしょ、獅子なんだったら。まあ、違うんですか。それを言うなら私もだけどね。あー、そうなんですね。ラモーナ様に出会う前のこと覚えてないから。みんな記憶が曖昧だ。ユニフィーも。なんででしょう。私とモラードはね、8年前にラモーナ様に拾われたんだ。8年前、戦場で2人して倒れてたところを助けてくれたみたい。はあ。辺りを探したものの、残念ながらこの子の親は見つからず。モラードさんじゃないんですか。え、8年前ってことはもうゼノイラ軍は侵攻してますよね。モラードもバストリアスブルーを持っていた以外に手がかりは。いや、じゃあ王族でしょ。その時からラモーナ様と一緒に暮らしてるんだ。あ、いや、でもさっきの感じからだと俺はとても獅子族ではなくみたいなこと言ってたんで、もしかしたら盗賊だったかは可能性もありますね。そうだったのか、うん、だからラモーナが育ての親に。なんでラモーナって呼び捨てにするんですか。サンでしょ。ところでユニフィ、先ほどのペンダントのことですが、まあ、このペンダントはバストリアスブルーなんでしょう、多分。モラード、もう起きて大丈夫なの。いや、本当に。うわ、すまない、心配をかけたわ。思い出したことを話してください。それよりバストリアスブルーだ、なんとか取り戻さればな。いや、なんか雰囲気おかしい。え、バストリアスブルー、え、なんか取り返した後なんかと取り上げそうですね。確かライマンと言ったか。あの魔術師は一体どこへ。どこへ。それならきっと西にある城塞都市ドラコドリナだ。ドラコドリナ、おもろい。そこがバストリアスにおけるゼノイラ軍の拠点だ。はあ、もっとコルニアとかに近いところにすりゃいいんですけど。なんでしょうね。獣人の凶暴化が奴の仕業なら放っておけないな。まあその通りですね。急ごう。はい、西の城塞都市ドラコドリナ。はい。あ、そういえばさっきペンダントがどうって。そうですね。いや、なんかモラードさんの話もちょっと気になりますけど。今先を急ぎましょう。またいずれお話しします。先に話しといた方がいいのでは。これからも凶暴化した獣人とは合う気がしますけど。そう、はい、それじゃあ行こっか。全然疑わない。あの青い光と青い宝石、それに反応したモラード。うん、まあ、どう考えてもバストリアスブルーでしょ。敵がバストリアスブルーを求める理由はもしかして凶暴化を解けるからとかですかね。じゃあ凶暴化にする術ってどうやってかけてるんでしょう、本当に。
ライマンのいる本拠地は確か西の方、そうですね、行ってましたね。この道を進めば吹雪の里を抜けられるはずまあまあまあ吹雪の里はもう関係ないですからね。はい、アレンネカ、お待ちしておりました。ここバイニコラ地方の現状を報告いたします。はい、お願いします。あー、ここから南方の港町バイニコラが、ゼノイラに占領されています。海上輸送の拠点となっており、我々への警戒も強くなっております。はい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 、申し訳ありません。監視が厳しく、得られた情報はこれだけです。ご苦労だった。あとは任せてくれ。敵の数が不明な以上、この町も危険かもしれませんな。まずは町の様子を確認いたしましょう。では私が様子を見てきます。クロエさん、ありがとうございます。俺たちだと目立つか。分かった、気をつけていてくれ。もうクロエさんの行動力に乾杯ですね。クロエさんが一人でいたら、あ、めっちゃゼノイラ軍おるって話ですね。そんな青い服でいたらバレバレでしょ。うん、市場があるはずなんだけど。ないですか、うん、解放軍も大きくなって食料の調達が大変になってきたし。はい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 、そうですね。この辺りで信用できそうな仕入れ先が見つかるといいな。これは見つかるフラグじゃないですか。母親のように騎士になるのを望んでいたんじゃないのか。え、母親のように。もういい、どうせ半エルフじゃ無理なんだ。あー、エルフですね。あ、ここあメインだった。半エルフなのはお前のせいじゃない。まあ半エルフなのはあなたのせいじゃないと。何の話だろう。何の話でしょうね。大体騎士なんかになったって。はい、母さんはゼノイラに負けたんだ思ったよりなんか戦う感じじゃなくて、普通の一般民みたいな普通の人たち出てきました。私がなりたくないんだよ、もうほっといてくれ。なりたくないなら無理にとは言いません。お尋ねしたいのですが、いいですか。よくそこに話しかけに行けましたね、クロエさん。心強いな。この辺じゃ見ない顔だね。そうですね。きっと旅をしていて、いろいろ見て回っているんです。そうなんですよ。鎧を着て旅してるのかい。あら、恥ずかしい。ほら、道中は物騒ですからね。この人洞察力がすごいですね。入り用で市場を探していたんです。そうなんですよ。それならここをまっすぐ行くといい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、スルーできました。息子が言うには、あの半エルフだっていうのよ。え、どういうことですか。酒場での不平をゼノイラに密告したのは。いやいやいや、絶対違うでしょ。人間との間に生まれた子だからと噂で決めつけてはダメだ。いや、その通りですよ。多分噂で勝手にそう言われてるだけです。ゼノイラ軍のことは多分憎んでいたと思いますよ、パッと見ですけど。うん、やっぱ人間の血混じってるとちょっとあんまり印象良くないんですかね。あ、それで怪しいと思ってその女をつけたら。あれ、この人本当にゼノイラの人ですか。やはり当たりだった。武装した一団を見つけたんだ本当にゼノイラの一団だって。紋章の特徴から見て患者でしたね。間違いないだろう。はあ、かなり有益な情報だったろう。ならもっと払ってもいいはずだちょっと好きになれない。さっき渡した金で全部だ、強欲なやつめ。いやいやいや、情報なんですから、ね、これからの情報をくれるって考えたら高めに買っといた方がいいですよ。お前なら金のために誇りも売り渡しそうだな。もうかなり誇りも売ってる感じしますけどね、今は。言ってくれる ね、 ね、心は傷ついてるでしょうけど。そっちがその気なら売り渡してやろうじゃないか。誇りをですか。反乱軍にもお前らの情報をないや、もうとんでもないですね。まあ情報屋としてはもう三流も三流っていうねまあなんか売れるもの全部売り渡すみたいな。報告は以上です。この町からの出陣は可能かと思います。あー、でもこの感じだとここからなんか敵出てきそうですね。ありがとうクロエ。それでは出撃準備を始めようと。いや、多分なんか敵が出てくるのではって感じありましたね。この町は不穏分子とやらの情報に金を出しています。町が不穏分子に金を出している。そのせいか住民の間でも疑心暗鬼の気が強いですね。あ、なるほどなるほど。だからここにいるゼノイラ軍が、あのあれですよって、不穏分子のことを情報を売ったらもちろん買いますよみたいなことを言ってるってことですよね。なるほど。
半エルフの道です。おお、めっちゃ街中で武装してる。出撃準備だ。はい、街の外に陣地を構築。それ後ろから狙われますよ。各配置の保証に連絡してくれ。はい、わかりました。わかりました。陣地の方はこちらで手分けして当たります。はい、お願いします。あ、これリリーエルさん来たわ。ようやく見つけた。何ですか？あなたは市場を教えてくれた。そうですね。私はリリエル。あんたは反乱軍だろ。そうですね。あ、まあでもやっぱり弓使うかなと思いました。そう、エルフですし。警戒しないでくれ。いやいやいや、有益な情報があるんだ、買わないか？そう言ってゼノイラ軍にも売って。情報？どんな？確かにどんな情報？港に手を出せば手ひどい仕打ちを食らうぞ。いや、まあそれは分かってますけど、そんな情報にもならないですね。あんたたちが来るの向こうは気づいてる。はあはあ。だがちょっとばかし払ってくれりゃ、はい、やつらの人数から配置箇所まで教えられる。まあ圧倒的力量差があるので、その情報はいらないですね。前につけてきていたのはそういうことだったの。ああ、気づいてはいたんですね、クライさんちゃんと。敵が知っているのはあなたが私たちの情報を売ったからね。ちゃんと気づいてるんですね、クライさん。優秀。情報を買う気がないならもう行けよ。あ、じゃあ行きます。この前街で聞こえたけど、あなた騎士を目指していたのでしょう。クライさん、クライさん、そんな目にかけてあげるんですか？なんでゼノイラと戦わずにこんなことをしているの？すごい怒ってる。エルフの国じゃ私のような半エルフは騎士になれないのさ。はあ、母さんが人間なんかと一緒になったせいだ。ああ、嫌なんですね、ハンエルフは。やっぱあんたの方こそ本気でゼノイラを相手にする気か？全然全然本気ですよ。勝てるわけがないだろ、無駄死にだ。そんなことないです。無駄じゃないわ。はい、きっと世界は変えられる。まあ間違いなく変えます。たとえ私たちが死んでも誰かがいつか必ず。そんな寂しいこと言わないで、私たちの世代で変えましょうね。あれ、どんな思い？世界を変えられる。死んだら元も子もないだろ。まあそうですね、それに関してはリディエルさんに賛成ですけど。無駄死にさ。まあ無駄死にはしないように頑張っていきます。ゼノイラと戦った。母さんがそうだったように。もうちょっとちょっと母さんのことを誇りに思ってあげてください。今回の目標はエルヘイムカイロの要衝港町バイニコラの制圧です。近辺からゼノイラ軍を移送し、この要衝を確実に抑えましょう。あん情報通り反乱軍が来たな、ゼナイドさん。そうなればこちらが有利だ。予定通り進めろ、奴らを叩きのめすのだ。はーい、順調に進軍できていますね。この先も気をつけてまいりましょう。いけません。よし来た、始めろ。なんですか？え、何？回復隊？おおし、あれを。何ですか？極白反乱軍、さもなければこの僧侶の命はない。僧侶？殿下お分かりと思いますが、受け入れるわけにはいきません。そうですね、一度受け入れたが最後、以後また同じ手を使われてしまいます。くそ、何もできないのか。うん、動きが止まったか。やはり王子とやらは青臭いガキだな。行け、あの僧侶をもろとも反乱軍を叩き潰すのだ。とんでもない、とんでもない。まずいぞ、あれすぐに助けに行かないと。無理ですか？無理ですか？我が武勇。あー、反乱軍まだ手こずってるのか。手こずって戦ってます。大陸はゼノイラの手の中、今さらガイだって仕方ないのに、いつまで持つか見物だな。何を言ってるんですかこの人は。痛い、そうですよね。あれ、急ぐぞ、急ぐって言ったってって感じですけど。クソ、敵の攻撃が激しすぎる。あの子を守りきれねえ。そうですね、今だ、浮き足だった反乱軍を仕留めろ。いや無理。言わんこっちゃない、情報を買わないからだ。まあ買っててもうどうしたらいいんですか？あの反乱軍の女、あいつもこれでおしまいだな。はあ、でも今なら私が助ければ。え、どうにかなります？リディエルさん。いや、そんなことしても何の得にもなれしない。いやいやいや、いけるなら言ってください。敵に回して何になるってんだ。いや、あの、なんでしょう、自由になる。何になるってね、自由になったらいいんですけど。お母さんの記憶ですか？私じゃない。違った。
きっと世界は変えられる。はい、クロエさんが言った世界は変えられるって話ですね。たとえ私たちが死んでも誰かがいつか必ず。はい、そうですよ、世界変えに行きましょうよね、リディエルさん。どうすか、あいつ母さんと同じことを言っていた。母さんもすごいですね。たとえ私が死んでも誰かがいつか。母さんそう言いながら亡くなっていったとしたらちょっと辛いな。誰かが戦ってる限りまだ終わってないとしたら、うん、いけます。母さんの戦いも、はいはい、リディエルさんが続けてくれたら。誇りは引き継げるのかもな。おー、やっと立ち上がれましたね、よかった。お、出てきた。それってなんだ、ハエルか。お前に言わない、直ちにここを去れ。偉そうに命令してんじゃないよ、これでも食らえ。わぁ、ちょっと待って、って強っ。ほら、もう大丈夫だ、早く逃げない。いやありがとうございます。ハエル、貴様、どいつもこいつもハエル、ハエルと。私はリューディアの娘、リューディアさんの娘、リディエルだ。はい、私は解放軍に加勢する。あんたも死にたくなけりゃ。って言ったのが最後の矢だった。ここは逃げるか、逃げられます。あの子、もしあの子を助けてあげてください。頑張りますけどね。敗北条件が追加されました、リディエル。マジっすか。はい、ここ倒せばいいでしょう。リディエル待って、もう大丈夫よ。人質を助けてくれてありがとう。なんかいらないよ、それより敵を片付けよう。あー、素晴らしいですね。はい、今あんたらの指揮に従う、しっかり頼んだよ。任せてください。ここを倒せるかどうかです。お相手いたしましょう。あ、倒しきれます。周辺を完全に制圧しました。はい、さすがです。聖教の僧侶らも全員います。おお、すごい。ともかく無事でよかった。いや、本当によかったです。あ、どうも。王子、連れてまいりました。情報を売ったやつですね。君が人質を助けてリディエルか。伝え方はまあそうなのか。ありがとうございます。アレイン王子、気まずい。彼女は我々と共に行くことを希望しています。はい、リディエルが解放軍に参加を。そうですね、私も推薦します。ああ、クロエさんが推薦します。お待ちください。何ですか。村人の噂ではその者はゼノイラに通じている疑い。ジョセフさん、噂とか信じるんですか。やめましょうよそれは。まあまあまあ大切ですよ、そう疑っていく心は大切ですけど、噂に流されるのはちょっと受け入れるのは危険です。クロエさんも驚いてあげてる。そうだ、確かにゼノイラに情報を売っていたさ。あら、認めますね。だけど今は本気で奴らを倒したいと思ってる。はい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 。なぜだ、なぜだ。母さんの戦いを私が終わらせるためさ。はあ、偉いですね。戦いで散った母さんの死を無駄にしたくない。うんうん、かっこいいですよ。にわかには信じかねるな。いや、まあジョセフさんの気持ちも十分わかります。やはりここは一度投獄して様子を。投獄、待ってください、ジョセフ様。そうですね、参加を認めよう。わあ、殿下。殿下、俺には母の名を汚すような行いをする人には見えない。この人は騙されやすい人ですね、アレインさんは。それに先の戦いでは自ら助力までしてくれた。まあそれは本当にそう。殿下がそこまでおっしゃるなら。ジョセフさんは殿下に弱い。リディエルとやら、殿下はこうおっしゃるが、はい、怪しい動きをせぬようこの私が目を光らせているぞ。いいですか、気をつけてくださいね。行動で証明するよ。わあ、かっこいい。クロエが信用しているんだ、期待できる。そうだろ。それはもうその通り、クロエさんは信用に足る人間なので。はい、彼女のことはクロエに任せ。ああ、任されてしまいましたね。ようこそリディエル。いい人、クロエさん。みんなに紹介するわ、ついてきて。これはもうクロエ隊に入れるしかないか。仕方ない、仕方ないっすね、言い方。こっち。おいクロエ、引っ張るなって。仲良し。うん。ジョセフさんはちょっと認められなさそうでしたけど。改めて指揮に従うと誓うよ、アレイン王子。ということで、リディエルさんが参加されました。まあもちろんですね、クロエさんの舞台に入れましょう。まあここ行ったらストーリー進むと思いますけど、行ってみますか。はい。
なんかここバースクラーガの町は敵派が少なく陣地構築が可能ですですが、この先に進むのはまだ危険かと、まず偵察を出してみてはと。ほう、あ、フラウさん、偵察なら私にお任せください。すぐに調べてまいります。さすがフラウさんですね。もうその行動力たるやっていう感じですよ。もう戻ったかフラウ、どうだった？いろいろと収穫がありました。それでは偵察結果を報告します。まずナイマンの根城とされる城塞都市ドラコードリーなんですが、はいはいはい、おお結構遠くですね。こちらになります。敵軍には獣人部隊も多数いる模様。はい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 、さらにセバートシェットトリで、はい、モストニーガの町、ガラーバートリデと周辺施設は全て敵軍が抑えて、あ、完全に抑えられてますね。地形も複雑で攻略は困難に見えました。しかしここでライマンを撃たねばバストリアスの解放は叶いません。そうですね。あ、それに彼らは、獣人たちの秘宝バストリアスブルーまでも奪っている。急いで出撃しよう。この地方の戦いを終わらせるためにもということで、あ、もしかしてこれ雪原の王をやったら終わりますかね。あれあれ、もう準備はできたの？あ、そうですよね。これ多分ここやったらこの地方解放になりますね。どうしましょう。雪原の王です。バストリアスブルー、ついに我が手中に収まった。よかったですね。力と権威の象徴、ライマン様にふさわしいですな。あ、エルコールさん、そんななんか偉い人にはヘコヘコ系なんですね。すっごい蹴ってくる感じだったのに。はい、人間こそがこの地を住めるべきなのだ。いや、まあね、お互い尊重しましょう。ジャパンで汚らわしい獣どもに王など務まるものか。言い過ぎ、どう考えても言い過ぎ。エルモールよ、貴様もそう思うだろう。いや、そうか、そう言われてみるとエルゴールさん、もしかしたら人族じゃないですか。当然でございますか。すごいまとってますし、竜人っぽい感じもしなくもないですね。ご報告です。わかんないです、竜人には会ったことないんで。ハルラン軍がこの城塞都市へ接近してきております。これは好都合、奴らに思い知らせてくれよ。いやー、凶暴化したので襲ってくれるんですかね。この石と強化の術があれば全て私の望むがままであると。あー、嫌ですね。おお、あれは、あ、ライマンさん出てきました。いやいやいや、バストリアスブル、え、うわ、なんか強化された。え、やばい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 。ははは、ミオ、ついに完成した。これぞバスリアスブルーと強化の術を合わせた秘技。さあ獣どもよ、我が命に従え。奴ら反乱軍を打ち倒すのだ。なんということを、本当に強暴化させた上に従えたというのか。こんなことやめさせないと。アレイン様、先ほどの偵察で得た情報ですか。はい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 、これらの箇所は守りが厳重である一方、はい、北部の山間は、兵の配置が比較的手薄である様子。なるほど、今日着くならそこからか分かった、参考にさせてもらいます。ここと戦えるかどうか。戦えますね。 OK、 まずはここを通って、ここを通っていって、こうですね。クククッ、愚か者め、そうやすやすと私に近づけると思ったか。思いました。ダメですか、獣の思いを。我に従え。奴らの喉をかみ、かき切るがいい。己、反乱軍。エルゴール、エルゴールはどうした。この大ごとに何をしている。もう好きにはさせない。観念しろ、ライマン。やっぱエルゴールさんはバルトロさんなのか、それとも、獣人なのかってところですよね。く、まあよい。かくなる上は私自ら相手をするまで。はい、相手しましょう。バカな、バストリアスブルーを手にした私が負けるなど。まあこっちはもう薬物投与ですからね。その石を返しなさい。はい、返してください。それは獣人を導く王の証。
あなたが持つべきものではありません。そう、獣人のものです。王の証だと。そうですよ。この石は証などという上辺だけのものではない。ああ、なるほどなるほど。形式だけのものではなく実用性がありますよということを言いたいんですね。獣人を制御する力を秘めた石ですね。おお、ラモーナさん分かってるんですね。どういうこと？まあなんかそのペンダントの反応を見て考えたんでしょう。強化したモラードをあなたが沈めた時に思ったのです。そうですね。強化沈めたじゃなくて強化沈めたなんですね。もしペンダントにはまっている宝石がバストリアスブルーのかけらならかなって思いました。その石が獣人を制御したのではないかと。そうだ、獣人に与えた命令を強制的に実行させる魔石。それがこのバストリアスブルーだ。あー、まあ獣人の王が持ってるにはふさわしいんですかね。石が王の証と称されていたのはその力が原因か。なるほど。王が石を持つのではなく、なるほど、石を持つ者が王たり得る。別に証ではなくてその石の実力だと。であるならば石を手にした私が王となって何が悪い。まあじゃあ悪くはないですけど、その石は奪い取ったものなので逆に奪い取られても文句は言えないでしょう。愚かな獣よりも知能で勝るこの私こそ王であるべきなのだ。まあ知能で勝らなかったから今回負けたんですよね、残念ながら。その口を永遠に閉ざしてやりたいが、はい、お前が行くのは死の国じゃなく牢の中だ。うわー、理性的ですね。あとは牢番相手にさえずるがいい。そうですね。勝者の余裕か。私はまだ負けてはおらんぞ。え、負けたでしょ。いやちゃ、はで逃げた。逃げた、はったりか。目くらましとは卑怯な。ああ、そうなんですね。このタイミングでなんともなんともに、まさかの逃げられました。ライマンをこれ以上好きにさせないために。ああ、うんですね。ああ、まだ終わりじゃなかった。完全に終わったと思ってました。目撃情報によれば西の方角へと逃げて、まあもう西しか逃げる道ないですからね。西、港が多くある場所ですね。もしや船を。そうですね、そうなったら厄介だよ。早く追いかけないと。いや、船に乗りたいのはこっちも。そう、向こうの大陸行きたいんですけどね。ゼノイラに滅ぼされたはずの獅子の獣人が解放軍にいるとか。ああ、これモラードさんの話ですかね。頼もしいことこの上ないですね。先人で戦った獅子族は獣人の誇りです。ああなるほど、先人で戦ってみんな亡くなっちゃったんですね。獅子族はその中の生き残りがモラードさんと。ゼノイラの獣人狩りを邪魔する確かイワネズミ団ってのがいたらしい。え、あ、イワネズミ団、ここでも出てきましたね。ゼノイラ軍から物資を盗んだついでに捕まった獣人を解放してたんだと。イワネズミ団、さすがブリスさん。この先にライマンがいるはずだ。準備できたら出撃しよう。ほはは。あ、まあこれが真のラストってことですかね。31、ブリスさんとニーナさんのお話ですね。うわ、聞きたかった。ニーナ、元気にやってたか。うわー、懐かしいですね団長。おっと、もう俺は団長じゃねえ。その呼び方はよしてくれ。あー、いいですね。それでも仲良しですか。私にとっては団長です。ニーナさん、ちょっとアホなんですよね。まあ愛らしいアホです。まあいい、しかしおかしな縁だな。お前をイワネズミ団から抜けさせた俺が今ここにいる。イワネズミ団も解散して、で、そうですね、解放軍ですね。お前と同じ解放軍にな。そうですね。私は団長とまた会えて嬉しいです。うー、嬉しい。ニーナさんはもう、ニーナさんは本当にまっすぐだから好き。団の皆さんは元気にしているでしょうか。あいつらなら大丈夫さ。大変なこともあるだろうが、ネズミは地下でもたくましく生きていける動物だ。雪国の気候くらい平でもないだろう。そうですよね。まあそうですよね。やっと安住の地を見つけたんですから、むしろ幸せですよね、きっと。おっと、そうだ、
お前にこいつを持ってきたんだ。え、なんでしょう。これは、うん、岩ネズミ団副長直伝のパン料理。おお、その名も岩ネズミ飯だ。と言っても焼いた肉と目玉焼きを半切りのパンで挟んだだけの汁物だけどな。いや、そんなもうそれでもう最高でしょう。初めて見ました。え、あ、まあニーナさんそもそもいた期間短いですからね。だろうな。まあ、食えや、うまいぞ。え、素手でですか。いや、出自よ素手で食べるもんですよフォークとナイフで上品に食うものとでも思ったか。そのままかぶりつきな。はい、初めての経験ですかね。解放軍でもそんなもの食べなかったんですか。おいしい。かわいい。菌がとろけてお肉と旨味とほのかに甘いパンが合わさって。そうだろうそうだろう、簡単に作れるが味は一級品だ。岩ネズミ団で料理ができるやつは副長のスベンくらいだったからな。それを見かねて俺たちみたいなやつでも簡単に作れる料理を考えてくれたんだ。いや、しかも料理が考えられるってスベンさんすごいですね。相当料理できる人ですよおいおい、そんなにがっつくと喉に詰まるぞ。もうまさにそのままですねおいニーナ大丈夫かかわいい。いいわんこっちゃねかわいかったん？何でしょう。ラモナ様、今戻りました。何ですか、どうですか。え、八風神の武具は見つかりません。何ですかその話、知らない。すみません、今回も力を及ばず見つかりませんでした。はあ、八風神の武具とは一体。そうですね、古来より伝えられてきた魔法具です。ゼノリアに対抗するため、捜索を続けていたのですが、この通りで、はあ、強力な武具と聞いています。見つかれば解放軍の力にもなるはず。アレイン様、捜索に協力していただけますか。もちろんです、分かった、探してみよう。風神の武具ですね。どういった感じですか。八風神の武具はフェブリス大陸の八方位にある石碑に封じられています。はあ、ははあ、その場所に行くことができれば私は、あとは私が封印を解除いたします。はい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 、なんか何個か見たことありますよね。ちょっとじゃあそれ行きますか。はいはい、船でしか行けないというようなところにもあるようです。秘密の海岸ですね。まあこれも見ていきましょう。キトラさんとミリアムさん、ここなんですね。なんかフラウさんの場合は全部あのコルニアだったのに。おー、ちょっと気になりますねこの2人の会話。あ、え、キトラ、なんだか顔や体が真っ赤ではないですか。寒いですからね。寒いと真っ赤になるんですよ実は。もしかして風、バストリアスの寒さはあなたでも答えたんですか。いや失礼、あなたでもって何ですかキトラさんは頑丈ってことですか。いや、バカは風邪ひかないの方ではなく頑丈の方ですねきっと。ミリアム、風邪じゃないんだよこれ、うん、さっきさ温泉があるから入ろうってなって行ってみたんだ。羨ましい、温泉いいですね。え、それミリアムさんに内緒で行ったんですかみんなで。え、ずるい。で、いざ入るって時早く温まりたくて温泉に飛び込んだんだ。そしたら寒暖差でこれだよまあ軽い火傷みたいなもんですかね。全身の皮膚がヒリヒリする。はっ、拍手やっぱり風邪もひいているではないですか。ミリアムさん優しい、勝手に温泉に行ったこと怒らないんですね。湯冷めしてしまってるんですよ。今日はもう天幕で休んでください。優しい。いや、これは風邪じゃなくてさっき胡椒をこぼしたから。温泉に飛び込んだり胡椒をこぼしたり他の皆さんにご迷惑をかけてないでしょうね。いや、まあまあまあ楽しくしてるんじゃないですか。そこに一緒になれなくてミリアムさんはどうなんでしょうか。まあキトラさんはそのタメで話すっていうところもあるので割と周りの人と距離縮めやすいんですねきっと。そこは元気よくうんと返事してほしかったです。風が治ったら謝りに行きましょうね。まあそうですね、迷惑はまあかけてるかもしれないので。優しいですね。私も一緒についていてあげますから。だから風邪じゃないんだって。よく考えたらこんな吹雪いてるところの近くに温泉あるんですかびっくりブルーノさんとブリスさんの会話です。ほう、頑丈な2人ですね。ブルーノ、荷運びやってんのか。
この寮は大変だろう、俺にも手伝わせてくれ。やっぱブリスさん優しいですね。ちょ、この二人声分けはできないな。ああ、こんぐらい手を借りなくても俺一人でやれるぜ。そうは言うかな、こんな荷物一人で全部運んでたら日が暮れると。いやもうそうですよね、まあまあまあ力持ち二人で運んだらすぐ終わりますよ。ブルーナさんまだブリスさんのことを信用してないみたいなことなんですかね。いいから触るな、これは俺が任された仕事なんだよ。強がるな、ほらこっちは俺が持っていくからよ。強引、こうなったらお前に運ばれる前に俺が全部運び切ってやる。どんだけ自分なんか自分でやりたいんですかね。何言ってんだ、もしかして競争か。確かにその方が早く終わりそうだな。ちょっとブリスさんも会話できてないですね。もうちょっとブルーノさんの話を聞いてあげてくださいよ。頑張ってる。なんであいつ固くなに手伝おうとするんだ。2運びやったら夕飯3倍って話なのに、これじゃ俺の取り分が減るじゃねえか。報酬があったからですね。なるほどなるほど。お、もうあと1個だな。お前が運ばないなら俺が運ぶぞ。待て、俺が運ぶんだって。最後のはひときわでかいな。2人で運ぶか。いやいい、俺が1人で行く。手伝い助かった、もう大丈夫だ。そういうなよブルーノ、こういう時はお互い様だろ。まあブリさん本当に知らないで、で手伝ってあげようと思ってるんでしょうね。でもここまで断られたら何かあると思ってくださいよ。昼になる前にあの量の荷物を、これすごいな。そうですね、俺の3倍は運んでたよなブルーノ、なかなかやるな。純粋。あ、アレインさん、これはブルーノに頼んでいた荷物もう運び終わったのか。そうですね。え、夕飯3倍のはずだったのに昼飯に間に合いましたね。いや良かったですけど、どうなったんでしょう、結末が気になるな。シャーロンさんとオクリスさんとの会話です。これは聞きたかったですね。オクリス様、オクリス様、解放軍へ来られたのですよ。そうなんです、そうなんです、そうなんです。シャロン、あ、これでまた一緒にいられる。ああ、いいことですね。そうですね、一緒にいたかったんですね。その手に持った花冠は、初めて出会った時お前がくれた贈り物を再現したものだ。うわー、仲良し。あの時のお前は本当に愛らしかったな。こちらの様子を伺いながら、花冠をなくしてしまったのですかと。なくしたんですか、なくしたんですか。標本の挿絵に描かれていた天使様はみんな頭に乗せていたので、ああなるほどなるほど、初めて会った時に花冠をしていないオクリスさんを見て、あれなんでしていないんですかって思ったんですね。かわいいな。森の中で一人佇んでいるのを見た時、なくされたのかと思ったんです。ああ、森の中でなくして探してると思ったんですね。今思うと恥ずかしいです、本当に失礼なことをしました。いや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 、かわいいですよ。そんなことはない、聖教では実際に花冠をつけて行う祭祀もある。優しいオクリスさん、教本はそれに習ったのだろうな。人間が作ったものだがよくできていた。あくまで偽物なんですね。まあ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 、それは仕方ない。でもそれは逆に人間すごいですね。だがなシャロン、私は故郷の花冠よりお前にもらった花冠の方が好きだ。うわー、仲良し。このまどろみの花は昼でも空を闇夜に変えてしまう。ああ、道具ありましたね。そんな、ええ、いや今やることじゃない。ほら顔を上げてみろ、もうあまたの星が見え始めた。もう気象をそんな気軽にいじるのやめてくださいよ。わあ、本当ですね、懐かしい、あの時と同じです。すごいなこの世界。オクリス様と出会った瞬間に戻ったみたいです。仲良し。あ、私はこの光景が大好きだ。またシャロンと見られて嬉しい。ああ、いいことですね。いつでも見られます。一緒にいれば。いつだって、これからは解放軍でずっと一緒ですもんね。レックスさんとシャロンさん。こんな怪我、あまり無茶をしてはいけませんよ。ああ、レックスさん、怪我してそうですね。てか、レックスさん、本当に誰とでも仲良くできそうですね。冷静に、堅実にと、ホドリック様から教わったのでしょ。いやそうなんだけどさ、まあなんかそうはいかないですよね。なかなか動ける距離だったから、体が勝手に守ったやつに怪我がなくてよかったよ。ああ、人を守ったんですね、立派じゃないですか。けど奥に伏兵さえいなければ俺だってこんな怪我してねえって。もまあそうですね、まあでも仕方ないです。そんな
まあ頼もしいですね。アレイン様が信頼を寄せられているわけです。あなたが文字通り盾となって剣や矢を防いでくれるおかげで、はい、数で劣る私たちが対抗できているに違いありません。ああなるほど。レックスさんあんまり、まあ、あでもね、軽装でこのガードもしてくれるっていうのはすごくありがたいですね。すごい優秀だと思いますよ。そうか悪い気はしねえな。 いいことですね。本当に素晴らしいです。私もよく見とれてしまうんです。もしかして仲良しですか。重い盾を扱いながらも身軽に動き、あっという間にたくさんの人を守ってしまうんですから。エレクさんどんな気持ち。ですが頑張りすぎて皆様に心配をかけてはいけませんよ。シャロンさん本当にいい人ですね。みんなあなたのことが大切なのですから。もちろん私も。勘違いしちゃう。レックス、王子が呼んでるわよ。ああまだ中中だった。ちょうど終わったところですよ。ですができるだけ安静に。傷は完全には塞がっていませんから。どんな気持ちですかレックスさん。クロエさんも来てますよね。えあなたは傷が癒えるのが早いです。あなたは傷が癒えるのは早い方ですが、痛くないわけではないはずです。そうですね。それではあなたの無事をいつでも願っています。えシャロン、いつもありがとう。さあ行くわよレックス。レックスさん、レックス行くわよ。わかった。そりゃそうなりますよね。そんな動揺してしまいますよね。勘違いしてしまう。ん、あぶね。あんなのまともに聞いてたら波の男全員惚れちまうぜ。いや本当にそう。今シャロンさんは天然で、でもあれはもう皆さんに対してそう思ってるんでしょうね。そのなんか惑わせるとかじゃなくて心の底からそう思ってるだろうから、本当に立ちが悪いというか、いやいい人なんですけどね。俺は波の男じゃねえからな。これくらい当然普通に受け止めるぜ。いや頑張ってください。あんた何一人でブツブツ言ってんのよ。オーバンさんとマゼランさん、ああ旧友二人の仲ですね。あの借金返せの話ですか。違うかな。砂漠も随分と変わったようだな。ああババアが死んでからな、もう何年もになるのか。ゼノイナの連中も来てしばらくは砂漠には見向きもしなかったんだ。はあ、だが俺らが連中の物資を散々盗むもんだから怒っちまったな。じゃあマゼランさんたちが悪いでしょう。それはちょろちょろと討伐部隊を送ってくるようになりやがって。砂漠なら敵じゃねえ、全部返り討ちだろうぜ。ああだがしばらくしてグロスタがおかしくなった。ああそれが問題ですよね。本当にゼノイナの黒騎士を引き連れてよ盗賊狩りに本腰入れ始めたんだ。ああ仲良かったんですけどね、マゼランさんと。ババアと俺は話をつけに行った。ババア、グロスタはまるで別人だった。操られてましたからね。ババア殺された。ババアつらー。俺はぶん殴られて覚えてね。そうなんですね。そこからずっとって感じですかね。そうかい。あのばあさんが年でくたばれとは思えなかったが、同僚をまとめるやつがいなくなって仲間はチリチリになったんだ。ガキの頃は説教を食らってばかりでうぜえばあさんだったが、ああ同僚なんですね。あんなのでも俺らには母親代わりだ。ああ絶対に許さねえ。ゼノイラども、クロスや俺を手駒にしやがって。落とし前はつけてやる。俺らを舐めてくれた分もきっちりな。いやもう大激怒です。いやちょっといつまでもなんか放置しててごめんなさい。早いとこ行きますか。いや彼は10倍にして返す。それが砂漠の流儀。大変ですね。借りとか言って大丈夫ですか。マゼランさんに貸してるお金の話されたら大変ですけど。そう教えられたもんな、マゼランよ。ああよかった、お金の話にならなくて。めっちゃ真剣な話でした、ごめんなさい、ちゃちゃ入れて。マゼランさんとリーザさんですね。だから友達の妹、兄の友達ってことですかね。すまなかった。え何があったんですか、マゼランさん急に。何があった後、兄貴。あえいやあそうか、えこっちが、あこ、ここの二人兄弟か。あすみません間違えました。オーバンさんとリーザさんが兄弟かと思って。すみません失礼しました。兄貴そうやってずっと迷惑かけたやつのとこ回ってんのか。ああそっか、操られていろいろやってしまいましたもんね。いやでもそうか、そりゃそうですよね。マゼランさんの心的には本当に心苦しいですもんね。
支配の術だとか口で言うだけじゃ信じてもらえるかもわかんねえのに。そうですね、そうだな、罵られた時もあるし、納得してくれたやつも辛そうな顔してやがった。そりゃそうでしょうよ、だって普通にいや辛かったですもん、マゼランさんとしても。だってお前のこと知らねえみたいな感じで当たり前のように殴ってきてんですからね、怖すぎる。だから俺は俺として戻ってきたんだ。前と同じようにいかねえとしても何も言わずにやってくなんて無理だろう。そうですね、大体な、そんな術にかかっちまった俺も悪いんだよ。いや無理でしょう、かからないようにするっていうのは。そもそもグロッサーさんのことは信用してたわけですから。私も兄貴がおかしくなってるのに何もしなかった、裏切られたって決めつけて憎むだけ憎んで引っ叩いてでも正気に戻せばよかったのに。それで治ったかわかんないですけどね。いやお前が立ち向かってこなくてよかったよ。もしリーザがそれで死んじまって俺がメイサも、それは辛い、それは辛い。まあそうですね、そうやって考えたら向かってこなくてよかったです。てめえのせいじゃねえとしても許せる気がしねえ、首くくった方がマシだ。いやそうですね兄貴、なこれからは私も一緒に回るよ。ああ謝りにですか。兄貴一人で行くよりはみんなも冷静に話を聞いてくれるだろう。まあでも確かに散々ボコボコにしてきたやつがごめんなさいとか言いに来てもまず話聞きたくないですもんね。でも妹がなんか、まあ仲介してくれたらワンチャンあるかもしれないんで。そうか、悪いな。うわ急に頭撫でる兄弟ですね。リサ俺がいない間よく踏ん張ったな。ああ本当だよバカ、もう絶対いなくなるなよ。ああいい兄弟だ。バージニアさんとミリアムさん、ああバラキシ団とバージニアさんの話ですね。ミリアム大丈夫か。あ姫、はい何も問題ありません。そうは見えないが、お前の周りにカゲロウが見えるぞ。カゲロウ面白い表現ですね。ここはコルニアに比べ、ああ随分と厚かろう。ちょっと勘違いしました。なんかこう暗い雰囲気が漂ってるぞみたいな感じかと思ったんですけど、カゲロウってことはあの暑さでこう揺らいでるってことですよね。そんなに着込んでいては朦朧としようもの、少し脱いだらどうだ。ああまあでも鎧ですからね。いえ私は誇り高きバラ騎士団の騎士、その象徴たるこの制服と鎧、たとえ灼熱の太陽の下であろうと。いやまあ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 、そのバラキ師団の何でしょうね、長っていうかが守るべき対象である姫が脱ぎなさいと言っているんだから脱いでもいいでしょう。油の乗った鉄板の上であろうと無論脱ぎ捨てることはできません。いやでも誇りを持っててすごく偉いと思いますよミリアムさん。そうか見上げた忠誠心だな。わかった、なら私が命じればいい話だ。よく気づきましたねバージニアさん、賢い、さすがです。ミラム脱げ、その状態では戦にも差し支えあろう。あーなんと しっかりした指揮官なんでしょう。姫承知いたしました。姫にそう言われて脱がないわけには参りません。そうですね、あ戦のためだけでなくお前に涼しく過ごしてほしいからな。いい人だいい人だ、いい関係性だ。あバジニア大声で脱げって聞こえたが一体何をしていたんだ。いやもうあまあアレインさんはどうでも良さそうです。いや困っちゃいますね、どんどんバージニアさんとバラ騎士団のことを好きになっていってしまう。ホワイトナイトからセイントナイトになれるそうです、ウィザードに強く、グリフォンナイトに弱いですが、まあそんなのはいいでしょう。はい、白い馬に乗っていました。あ馬も鎧またいましたね、これは強い。いやバージニアさん本当にいい人ですね。バルキュリアになります。わあ。いや50は結構重たいですけどね、もちろんそんなのは分かってる話で。あちょっと縁が金色になりました。今どうやって剣回したんですか、すごっまあ、この調子だときっとキトラさんのことも好きになるんで大丈夫です。もうミリアムさんとフラウさんと話してたところで十分好きですし、上げてしまいましょう。もうバラ騎士団はゴリゴリに強くなってください。あこれニーナさんと同じ変化ですかね。あそうですね、オーバンさんとリーザさんの話、これがあの兄の友達と友達の妹の話ですね。なるほど、
でかくなったなお前ねえ。なんかあのでっかい大盾も装備するようになってでかくなりましたよ。マゼランの後をついてた くっついてたチビがよ、チビ3人でオアシスで泳いだよな、すっぱだかでよ。そんな話今します？落ちてガキんとこで走ろう。なんで一人で出てったんだよ。あ、そうですね、青くせえ夢さ、珍しくばあさんが誕生日にくれた絵本だよ。え、字は読めないから内容はさっぱりだったが絵が良かった。ほう、海だ。主人公は世界中を航海するのさ。この国じゃ砂漠生まれは一生盗賊だ。俺は船乗りになりたかった。あ、そうなんですね。乗れたんだぜ、小さい船だけど。親方もいい人でさ、あちこちへ行ったんだ。あ、そうなんだ。結構な期間旅してたんですね。だがゼノイレに船を取り上げられ、結局は傭兵崩れさ。ああ、そんなことは聞いてない。知ってるよ、あんたの夢を。ああ、知ってたんですね。私も連れてくって約束した。えー、じゃあ大番さんが悪いじゃないですか。あ、言ったかそんなこと。いや、単純に大番さんが悪い人だった。悪い人って言い方あれですけど、悪かったですね。大体連れて行けるわけがねえ。お前7つか8つかそこらだったろ。いや、そうですよね。いや、リーサさん、じゃあ大番さんのこと好きじゃん。仲良くしてあげて。あ、そうだ、これやるよ。フェブリッツの外にしかない石らしいぜ。え、なんだこれ、こんなまで許さないかな。まあでもプレゼントしてもらって嬉しそう。大番の大番がやろう、嘘つき。ああ、仲良しだった。まったく、マゼラもばあさんもあいつには甘かったからな。いや、好かれてますよ、あなた、めちゃめちゃ。え、あ、キトラさん出てきた。これを飾りに細工しろって、できるかな。もらったものを飾りに、もらったものをあれですか、装飾品にしたいんですか。あんたが器用だったよ、お仲間から聞いたぞ、お仲間。ちょっと待ってて、やれるだけやってみる。わー、キトラさんありがとうございます。どう、できた。いいね、ありがとう。あー、嬉しそう。いいですね。あの石、飾りにするような綺麗な石でもなかったけどな。いや、おばさん何あげたんですか。あ、バージン屋さんとキトラさんのお話です。はい、姫、こんな朝早くに何し、どうしたんですか。キトラか、今日は早朝から軍議でな。はい、そうでしたか。何かお手伝いできることがありました。キトラさんがためじゃなくてちゃんと話してる。アレインさんにもためで話しかけるのに偉い。やっぱり姫はやっぱ別格ですね。いつでもお呼びください、お姫様。その口調はなんだキトラ、お前らしくないぞ。いや、まあそうですね、キトラさんにしては珍しい。いえ、そんなことありませんよ、お姫様。さてはミリアムに敬語を使えと縛られたな。お前が敬語で話すところを見るのはいつぶりだろうな。いやー、楽しそうですね。からかうなよ、姫。あ、よい、お前にかしこまられては私も調子が来る。それに気持ちはよくわかる。堅苦しいのはすか。ミリアムには私から言っておこう。いや、まあミリアムさんの気持ちもよくわかります。でもキトラさんがその距離で行けるっていうのは何でしょう、バージニアさんもいい人だし、その上でキトラさんもなんか愛らしいやつですね。ああ、助かるよ姫。そうだ、この後時間があったら鍛錬に付き合ってほしいんだ。いや、自由すぎるでしょさすがに。姫みたいに体験を使ってくる敵をしのぐ強さが欲しくてさ。あ、いいだろう、手加減はなしでいいな。付き合ってくれる姫も優しい。もちろん。よし、じゃああっちの開けた場所に行こう姫。子供だ。愛おしいやつだ、本当に。あ、ういやつですかね、ういやつだ。あして、頼まれては断れまい。いや、もう本当に純粋無邪気ですねキトラさん。あ、バージニアさんとフラウさんの会話です。鎧にベルトに、何か忘れている気がします。フラウ、もう昼過ぎだが朝から荷物の点検ばかりしていないか。忘れっぽいんですかね。姫、実は次の行軍までに少し荷物を減らそうと整理しているのですが。あ、偉い偉いですね。何か忘れている気がして、もう数十回は確認しているんですが。抜けすぎでしょ。
お前の心配性も考えものだな。心身に悪影響が出るぞ。ああ、心配性なんですね。忘れっぽいとか抜けてるじゃなくて。そこまで思い出せないのなら、そう、大して重要なものではないかろう。そうかもしれませんね。忘れたものに執着しても仕方ないですね。おう、なあ、今せっかくの暇なのだ。ゆっくり体を休ませるがよい。おう、そうですね。まあ、大事です。考え込んでも出てこないものは、ねえ、ずっと頭使ってるよは一回休んだ方がいい。そうしたらそのうちなんかポッて思い出すかもしれないんでね。はい、姫ありがとうございます。では今日はお昼寝させていただこうと。ああ、でも寝ている間に野党が襲ってきたら来たり、姫の嫌いな虫が出たりしたら。グラウ、お前は心配事が一つ減っても無限に湧き出てくるのだったな。ああ、本当になんか抜けてるじゃなくて心配症、めちゃめちゃに心配症なんですね。ああ、知らなかった。それでいろいろ石膏とかもしてくれるんですね。うわー、でもそのいろんな隅々まで心配してくれるって考えたらすごくありがたい存在ですね。今日のところは万事心配するな。何かあっても私はキトラで対処しよう。キトラは雑用。虫も自分で何とかする。そんな姫の手を煩わせるわけにはいきません。虫嫌いなんですね、バージニアさん。そうなんですね。お前は私によく貢献してくれている。こういう時くらいは私に任せてくれ。本当にバージニアさん、いい姫様ですね。ああ、本当に、おお、女王になればいいのに。ああ、行ってしまわれました。昼休み中に姫に何かあったらと思うとのんきに寝ていられませんよ。でも昼休みはしたいんですね。お昼寝はしたいんですね。時々見かけていたこれ系ですよね。どうですか。はあ、やっぱりそうだ。風神の遺跡が見つかりましたね。封印を解除します。しばらくお待ちを。はい、ぜひお願いします。お、鍵。え、すごい。どうなるんですか。え、あー、敵。やはり万人が。アレイン様、この遺跡に封印された武具を守る幻影の兵士のようです。この試練を乗り越えなければ武具は手に入りません。部隊を編成し彼らを撃退してください。ああ、そうなんですね。詳細見ます。35。惜しい。え、あとちょっと。いけました。いや、強い。さすがすぎる。やったぜ。よく倒してくれました。ありがとうございます。風神の武具をお渡しします。解放軍のためにお役立てください。あー、弓なんですね。 AP がプラス行動速度。いや、最高ですね。回避も10。いいですね。残る風神の武具はあと7つです。あ、全部風神なんですね。盾どうでしょう。来ました。ありがとうございます。あー、盾ですか。ほうほうほう。この先にライマンがいるはずだ。準備できたら出撃しよう。あ、まあこれが真のラストってことですかね。31。まあ一睡の夢だと思っときます。くそ、このままでは終わらせぬぞ。あららら、ら、頑張ってますね。何か次の手を打たねば。はあ、いや、これエルゴールさん。あ、はい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 、そうですよね。ライマン様、何してたんですか。貴様、今までどこへ行っていたの。まあそれ怒られるでしょう。船のご用意を。王たる閣下を首都バストリーツァへお送りするためです。ん、え、ここからバストリーツァに行かれるんですか。閣下の術があれば首都にいる反抗勢力など通るに足りません。え、あれでもあれですよね、宝石は取り返しましたよね。そうか、首都にいる獣人どもをまとめて制御すれば形勢逆転できる。うん、確かに。それならば仕方あるまい。港へ急ぐぞ、エルモール。いや、とんだ作詞。本当ですか。いい、やっぱり。うっ。裏切られたもんですよ。何のつもりだ。いや、なんでしょうね。バストリアスブルーを用いた強化獣人の制御。あ、やっぱりバルトロさんですか。声がバルトロさんの気がします。戦闘でその効果が実証された今、お前はもう用済みということだ。うん、
その術と石はありがたく頂戴する。やっぱ立たされてたわけですね。まさか初めからそのつもりで。獣に王は務まらぬなどとザレ事を抜かしていたな。あれ獣ですか。え、いや本当に分かんない。この人バルトロさんって一瞬思いましたけど、違うんですね。じゃあ下等な人間ごときが実におこがましい。おっと、やっぱりこの地で王にふさわしいものは我ら獣人以外にいない。エルゴールさん獣人ですよね。貴様獣人だったのか。しかもネズミか。なるほど。さあ船での時間だ。ダチンはその命で賄ってもらおう。ははー、え、どういうことですか命で。ああ船出って本当の船出じゃなくて。ああなるほど。ああ、これはライマンさんの死体だ。うん、もう死んでる。はい、一体何があったんだ。いや本当にそうなりますよね。しかもバストリアスブルーも持ってないみたい。やっぱバストリアスブルー持たれたままか。取り返したと思ったんですけどね。何者かに強奪されたのでしょうか。やばいですね。何者かわからないものに奪われてしまって。そういえばライマンとの戦いでエルゴールのやつを見なかったが。エルゴール知ってるんですか、モラードさん。そのやり傷まさか。うん、あーでもそっかそっかそっか、確かに首都を襲われた時はエルゴールさん若干いた。先へ進めばわかるだろう。行こう。はい。脳死、何も考えてない。進めばわかる。獣人がバストリアスの同胞たちがこんなに、多い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 。みんなもう正気ではないな。エルゴールの仕業が。うわー、くくく、実に愉快。これほど忠実に従うとはな。エルゴール、このような暴挙到底許すわけにはいきません。本当にそうですよ。この石は王の証なんだろう。ならこれは当然の権利というやつだ。さあ貴様らにも見せてやろう、俺たちの進化たちの力をな。まあやってやれないことはないですか。バカめ、まんまと言ってきたら寄っていきます。さあ出てこいお前たち、奴らを取り囲め。あ、全然。うわ困る。いい、まだこんなに隠れてたの。本当に数が多いな。近くの拠点か奴らの兵器で応戦するぞ。いやーきついですね。ついに来たな反乱軍ども。こんなとこまでご苦労なくった。エルゴール、ライマンを手にかけたのはお前だな。なぜ殺したんだ。ゼノイラに従属していたんじゃないのか。何を言い出すかと思いきや、くだらねえ。あの男が消えた今俺は自由の身だ。ゼノイラがどうとか関係ねえよ。俺は俺でなすべきことがあるんだ。邪魔するなら容赦しねえぜ。ということで戦ってきます。はい、倒しました。まさか貴様も獣人だったとはな。うわー、鎧まで外しましたね。ネズミ族とは思えぬその肉体、いかにしてそのような力を。あー確かにそれもそうですね。お前たちも見ただろう、強化の術だ。自身にかけてたってことですか。俺は術の実験体としてバルトロ様に力を与えられた。あー、バルトロさんに直接力を与えられてたんですね。成功したのは俺だけだった。ああ他はみんな制御不能に陥った。じゃあまあエルゴールさんは強い精神を持っていた。だからバストリアスブルーで操ろうとしたのか。あー仲間ってことですか。そういうことだ。それらが記された文献は船にある。あとは好きにするがいい。負けたんですからね、エルゴールさんは。だがまあ、いい夢を見れたぜ。そうですか。まあ、ちっぽけなネズミ族の俺が、はい、ひとときでも大将になれたなんてな。そうですね、なんかでも他の形もあったと思いますけどね。作りたかったんだ、うん、国を。うん、隠れ暮らしている仲間を集めて
いやー、どうにかしてこうモラードさんと仲良くはできなかったんですかね。こそこそ這い回ることなく、誰もが堂々と生きられる国を。あ、エルゴールさん、エルゴールさん。あ、自由への思いは皆同じ、うん、卑劣な手段でなければ、あるいはそうっすな、本当に方法が悪かったんですよ。船にある文献を探そうよ。冷静。二度とこんなこと引き起こさないために。そうですね、それはそう。バストリアスブルーと強化の術、その文献が見つかりました。さすがラモーナさん、優秀ですね。それを処分すればここでの戦いは終わりだね。んですかね。ですが確認したところ、気になる記述がありまして。モラードさんに関するあれですかね、なんか。バストリアスブルーには獣人を操る力だけでなく、おっと、人を人ならざる者とする転生の力をも秘めていると。転生の力、え、どういうこと。もしかしてモラードさんに関してはもともと人だったけど獅子族になったってことですか。獅子族の生き残りじゃないって、転生ってことですか。古文書にはこう書かれています。はい、人ならざる者、すなわち獣人へと変え、それを刺激する魔石がこのバストリアスブル。待って待って、突拍子もなくてついていけないよ。そうですね。転生どういうこと。人が獣人になるってこと。そうですね。ああ、その通りだ。思い出したんですね、モラードさん。モラード、うん、今こそ話すべきだろう、俺が人間であったこと。なるほど。じゃあ、ゼノイラ軍。ああ、そうですよね。俺はもともとゼノイラ軍の兵士だったかなって思いました。直前ですけど、今後出しも後出しすぎる。歴代の獅子王が眠りし地、うん、そこでの戦いは生産を極めた。はい、え、もしかしてゼノイラ軍の取った暴挙が獅子族の逆鱗に触れたからだ。で、たくさん倒して、それは王の幼い娘を人質に降伏を迫るというものだった。おお、俺はその非道な行いを許せず、軍を抜けて獅子族に味方した。あ、そうなんですね。しかし激戦の末に娘を救出するも、最後に敵の罠にかかってしまった。はい、死の間際、獅子王の掲げた石が青く輝いて見えたのが最後の記憶だ。なるほど。で、その輝いた光によって一応助かりをしたってことですかね。俺は獅子の姿になっていた。この獅子の姿にしたのは多分その石の力ではない、いや、石の力なんですか。バストリアスブルーにそんな力があったと。あ、やっぱバストリアスブルーの力なんですね。え、じゃあ、あのペンダントぐらいのかけらでモラードさんは獣人になってしまったと。ああ、俺という存在がその証拠だ。まあ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 、まあ、だとしたらモラードさんの一人称なんで何とも言えないんで。だがおかげでこうして皆と戦えたのは感謝すべきだな。嬉しいですね。モラード、モラードさん、ラモーナ、俺からも頼む、その文献を処分してくれ。そうっすね。人や獣人の命が二度と狂わされないように。はい、わかりました。それがこの国にとっても最善でしょうから。そうだと思います。ありがとう、よろしく頼んだぞ。頼みました。どこに行くの。モラード、え、去るつもりだったんですか、モラードさん。ユニフィーか。背中向けてる。どこか遠いところへ行こうと思って。素直。どうして。ね、どうしてという存在が、あまりにも異質だからだ。いいんですよ、それで。もともとゼノイラ兵だったことが。
いや、人から獣人になったことじゃないですか。結果的に皆を騙すことになってしまった。ああ違った。もともとゼナイラ、ゼノイラのことだった。だからこれはけじめなのだ。本来ここにいるべきではない俺の。バカ、そんなこと言わないでよ。そうですよ。だってユニフィさんのこと助けてくれたんでしょ。私にとって大事なかけがえのない家族なんだよ。うん。いない方がいいなんて絶対ないんだから。そうですね。ユニフィ。うん。それにね、モラードの話を聞いて気づいたことがあるんだ。自分が王族だってことですか。私のペンダントにはまってる青い宝石。はい。これがバストリアスブルーで王家の証なんだったらさ。うん。このペンダントはもともと獅子王の娘のってことでしょ。そうですね。それはよく気づきましたね。私の力で獣人になるならその逆があっても変じゃないよね。ああそうですよね。ユニフィさんは獣人の子なのに、そっか、なんか人なんだなとか思ってたんですけど。あ、そういうこと。だから一緒なんだよ、私もモラードも。うん。俺はここにいてもいいのか。いいんですよ。当たり前じゃん。ん？これからもずっと頼りにしてるんだから。いや本当にそう。家族に頼られてはいなくなるわけにいかんな。ありがとうユニフィ、これからもずっと一緒だ。仲良くしてください。え、バッサリアスブルーを手に入れた。え、いいんですか。あ、あ、バストリアスの要衝を奪還し、やった。敵勢力の弱体化に成功しました。やった。まずはバストリアスから行きましたね。何よりです。じゃあ、あとこちらが現在の勢力図です。いい、全然全然。次はどこへ向かおうか。次はアルビオンとかがいいんじゃないですか。南東のドラケンガルドへ向かうのはいかがでしょう。え、かの国の王子ギルベルト殿に加勢しドラケンガルドを奪還しましょう。まあまあ確かにやってないですからね。というわけで今回はバストリアス地方を、クリアしました。ここまで見てくれてありがとうございます。